通勤カバンなんで、毎日これで。私これで山手線乗ってますから。今日はね、ゲストに来ていただいてるんですけども、アレちゃんが、こう、最近、避難するグッズをな、備えてんねん、みたいな言うてて、ちょっと自分が出てない動画やねんけど、実は最近、アレちゃんが、都市伝説的なものにハマったりして、人類がいつ滅亡になってもいいように。だってゾンビとかが出てくる世界になるかもしれないのよ。それでもうすっごい今最近避難グッズをな用意して、今日もこれ買った、あれ買ったっていつもこれに自慢してくんねんけど、ちょっと今日はもう専門の方にもうほんまにアレちゃんの知識が正しいかどうかをチェックしてもらおうと思ってお呼びいたしました。備える TV から。皆さん、地震対策の基本です。高いところに荷物を置くと危ないよということで、高荷智也でございます。よろしくお願いします。すごいしっかりしてる。じゃあ危険な名字ですね。危険人物危険にならないために備えていただきたいお名前っていう。なるほど。防災のことはとっても大事な話ですから、皆さんに伝わりやすくお話できればいいなと思っております。これはアレちゃんに聞きたいんですけど、何に備えてるの？そもそも分からへんよ、ほんまに。地震が来るかも分からへんし、津波が来るかも分からへん。マジでゾンビの世界になって、もう外に出られないかもしれない。ほんと分からないよ。地震が来るかもしれない。何が来るかは分からないけど、何が来ても逃げられるようにするっていうことですね。なんかこんな感じで、スーツつけてたりとかな。で、こんなな、なんか、よう分からん、コンパス。これですね。このコンパスさ、分かってんの？何をどう見たらいいか。これは、でも、隣の人に聞いたらいい。S とか N とか、結構、結構皆さんこれ、いいコンパスついてるんですよ。ちゃんとしてる。温度計もついてる。例えばね、大津波とか、大地震なんかが起こると、街がめちゃくちゃになりますよね。うん、そうすると、普段自分が見ている街と全然違う感じになってしまうんですよ。うんうん、意外と方角がパッとわからなくなっちゃったりとか、遠くまで避難した時なんか全然方角わかりませんから、これはそんなに悪いもんじゃない。アレちゃんが独自に、いろんなものに備えたつもりでいる、カバンを、ちょっと改めて、正しいかどうか、うん、これいらんやろっていうのとかあったら、もう言ってほしいんですよ。じゃあ、リュックのチェックを、ね、そう、チェックを一回してもらって。はい、このリュックサックの外に結構ぶら下げてるのは、いいことなんですよ。いいことなの？例えばこの笛とか、このコンパスもそうですね。ライト。笛とかライトとかは、何かあった時にすぐ使いたいんですよね。パッと取り出せないと意味がないので、それを外にぶら下げてるっていうのはすごくいい。へぇー。ロープとかもあってね、ここに。ロープは中でもいいかな。こんなのあるんです。発煙筒。発煙筒。まあ、発煙筒はそうですね。すぐ使いたいものなので、外は。なんか意外とさ、今んとこ正しそう。他に外にあった方がいいもん。あります。私だったらライトと笛がとりあえず最低限あれば OK なので、これ相当ねレベル高いです。新しく増えた応急処置セットというかに入ってるもの、テラピースイートというか、喉のやつですね。これ俺持ってる、はい、これ大事よ。この目薬はただの目薬じゃなくて、汚くなったりとかして、なんか目バチコっていうの、物もらいのやつとかも治せるやつやな。これ俺大好きで持ってる。変身してるやん。これ何、これこれはでも吸血鬼に、ね、噛まれたら虫とかヘビに刺されたりした時に毒を吸い出す。そんなんまで入れてんの、あんた。え、どういうこと、これこうやってこう、え、これできる今。あ、キムチ。ほんでこれ滅菌パッド、はい、重要ですね。包帯言いますね。セイロガン、セイロガンね、これね。お薬重要ですね。で、次オロナイン。オロナイン重要です。オロナインって何のために使うの？何にしたら何にでも使えますから。傷口、ニキビ、美容でも多分使えるんじゃない。じゃあもう保湿系でも使えるんや。ほんでアスピリン、頭痛薬かな。普段自分が飲んでるものをちゃんと入れておくっていうのは非常時にも確実に使えますから、必要なものを十分入ってますね。あと追加するとしたら便利なのは三角巾。三角形の形の大きな布があるんですけど、それがあると包帯になったり、骨折した時に腕をつったり、頭を巻いたりとか、何にでも使えますから、あともう一ついわゆるマルチツール、十徳ナイフとかいろいろ言いますけど、いっぱい出てくるのありますよね。あれだとも応急手当の時にはいろいろ道具が必要。はい、じゃあ続いて。これめっちゃいいやつで、色を、こういう風に使ったりもできるんだけど、ああ、いいですね。ランタンになりますね。ランタンにもなるんですよ。めちゃめちゃ集まるんじゃん。あと、ここに電源挿して、携帯も充電できる。あ、モバイルバッテリー機能もついてるんですね。これね、最重要アイテムだそうです。あ、そう。はい。やっぱり保温できないと冬は死んじゃいますから。なんで1枚しか入れてんの？俺の分しかない。私の分だよ。ちょっと待って。いよいよ本体を開けていきます。まず最初に出てきたのが、何？バッグです。あ、防水でお水とかも入りますし、そう。外からも水は弾く。で、これ、庭にもなるかなと思って。
空気を詰めて前でこうやってこう受けるようにしようと思って。ちょっと抜けちゃうかな。でもね、サブバッグはすごく重要なんですよ。これ給水バッグですね。食器セットですね。ラジオ。ラジオですね。ラジオすごく重要です。飛行機じゃない、なんていうの、全然こくやつやな。こくやつです。こく手回し充電。あ、そう、それそれそれ。ライトも、使えるんです。雨具ですね。傘。傘よりね、カッパの方がいいですね。やっぱり両手塞がっちゃう。これは小さいのに結構水を吸ってくれる。ああ、吸水性の高いタオルですね。そう、タオル。これさ、見て。ライターを中に入れると、こういう感じで。ああ、ガス通しとして使える。そう、中にライターを入れ替えるだけで、こんな感じで使えない。何に使うつもりなんですか？このチャッカマンとかもあるやんか。高熱を与えることができるから。チャッカマンより一つでええんちゃう？なんかこれさ、何個もライターとかいらんのちゃう？サバイバルには必須なんですけど、防災リュックだとまあ一つでって、温泉っていうのが入ってんだよ、綿棒とか。これ何？コンドーム？これはコンドームじゃない、アイマスク。寝るときに使うやつですね。耳栓とか寝るとき。外れだし、一番大事よ、これ私にとって。クロス。デンタルクロス。非常に便利なやつですね。保湿のためのワセリン。ほんで、ホテルで多分パクってきた歯ブラシ。ミソリとか毛抜きとか。やめてこれ除菌ティッシュ雨具用の防水でなんでこれだけでズボンで分かったんですか、すごいな、ね、上手がちゃんと入ってるのはすごくいいと思う。こんな感じでした。どうですか、無駄結構ありません？この中で無駄なものはないですね。カバンの大きさをちゃんと活かして、まあ、背負える範囲で。ちなみにこれいつも背負われてるんですか？あ、今日も背負っていきました。あ、素晴らしい。え、でもいつも背負って歩いてるわけじゃないよ。じゃないけど家に置いてて避難用の道具なので、避難を邪魔する料理しちゃったら意味ないんですね。意外とちょっとアレちゃんのことバカにしとったけど。なんか私も結構言われるかなと思ったら、結構まあこれ結構ね、よく考えてるなと思いますよ。防災リュックって、入れるもの大きく2つあるんです。うん、1つは逃げるために必要な道具。まあ身につけるものですとか、こういう応急手当の道具ですね。うん、逃げる道具と、それからもう1つは逃げた後、生活するときにちょっと必要な道具。うん、でその2つ割とこうバランスよく両方入ってるんですよね。逃げる道具で一番重要なのがさっき外についた笛とかライトとか雨具ですね。あと何ですか、なんかこれが足りてないなみたいな。そうですね、一番重要な雨具がちゃんと入ってて、で手を守る手袋ですね、笛とライトが入っているので、とりあえず身につけるものは OK。 今後もし買い足されるんだとしたら、前の動画でも言ってたヘルメットとか、ね、ああいうものを追加するのがいいかなと。今でもさ、これで見て思ったのが、食べ物とかは入れてへんやな。食べ物は最低限はあった方がいいです。まあ、ただやっぱり食べ物って一番重たいんですよね。よく地震対策だと、3日分のお水は、1日3リットル、9リットル。9リットル釜に入れたらほとんど持ち上がらなくなっちゃいますから、食べ物は最後に入れるところですね。え、でもさ、リュック持ってきてますよね。高木さんがどんなリュックが入ってんのか着てみたいな。ちょっとこれと答え合わせする感じも。そうね。いや、なんかそのゾンビ対策って言ってたんですけど、さっき、あのなんか噛まれたとかっていうの。あれ、ゾンビいますよね。いますよねっていうのはちょっと違うと思うんですよ。まだいないです。対策できますかってこと。そうですね。ゾンビ対策は、ほとんど感染症対策とイコールなんですよ。ゾンビ対策で重要なのは実は3密の回避なんですね。よく映画なんかだと、ゾンビをバッタバッタと倒して脱出しますけど、あれ多分帰り血を浴びて皆さん感染しちゃってますから。そっかな、やっつけてもダメなんで。先ほどの雨具、手袋、あとマスクなんかをつけてゾンビと戦うのが正しい。マスク入れてなかったわ。あれじゃん、さっきからゾンビゾンビ言ってるけど、別にゾンビ対策のバッグじゃないからな。これはですね、私の通勤カバンなんで、毎日これで。今日このために持ってきてくれたのではなくて、これは私のいつもの標準装備。私これで山手線乗ってますから。いや、そやこれいつもこれ何を入れてるんですかって思いました。絶対高尾山行く人なんで。私はですね、活動拠点は静岡なんですね。仕事でいつも東京に来るので、帰宅困難者になるんですよ。東京で大きな災害が起こると帰れなくなる。で、どこで災害にあっても、安全なところまで歩いて移動するための最低限セットなんです。やっぱり一番重要なのは、これですね。何それ？何ですかそれ？それがないと寝れないとか。これは日本の北海道だけに住んでいるシマエナガです。これ何？お笑いに走ってんの？さっきアレさんも、フレドライトぶら下げてましたよね。実はこの中に。フレドライトが。あー、そういうことか。すごい。さっきからここに見えてるんですよ。あ、ほんまや。そんなに好きなの？この
可愛いですからね。可愛いかそれ。クエライト、すぐ使うものはこのすぐ使えるので、使ったことあります？今のところないです。ないんじゃない？横はですね、まあやっぱロープですね。ロープが2つ。あ、すごい。これは歩道と3メートルのワイヤのパラシュートロープ。そういうこと。物みたいなやつそれ。ほら見て、手とかにこう巻けるような感じになってて、これできるやんもう。はい、笛が。あと一応こちらのはファイヤースターターがついている。火起こしができるんですよ。あ、すごい見て、なんか裏に、メタルマッチ。切るところもついてる。これで、この反対側のところにマグネシウムの棒がついてて、この棒をですね、削るんですね。これで、火が起こせるんです。やっぱりすぐ使うものはここに入れたいので、これが2個入ってるんですけど、これは手袋ですね。ちょっとこれが見た目の綺麗な感じの。防災用の部分。これ反射するんで夜も光ったり。こっちは通気性が良くて、こっちは頑丈みたいな感じ。これなんですかこれ。頭にかぶせる袋みたいになってる。正解。これ火災が起きた時に、かぶって脱出する防炎フードです。あ、なるほど。じゃあしばらくそこの空気を溜めといて、はいはい、これはかぶって。めっちゃいいやん、それ。家に置いときたいな。とりあえず火災とかなんか。持ち歩きたい。で、それからこちら。やっぱり重要だって言っていたこの雨具ですね。これがズボンで。こっちは上着が。はい、雨具はいいのを持っておいていただきたいので、私もこれは登山用の、これもちょっと面白いなっていうので、これは帽子なんですけど、うん、この中にですね、こういう帽子が入ってますが。なんかさ、すごーい。裏返してみてください。ヘルメットになってんの？中にプロテクターが入ってるんですよ。すごいの、そう。これ、かぶってもう、わからへんよね、ヘルメットって。普段からずっとやっとったら、後ろから、うわーってなんか誰かに殴られても。確かに、いいね。膝のキャップ、面白いわ。それは考えたことなかった。これは、めっちゃいい、ね。ナイスアイディア。まあ、コンパクトになる。そうやな。手のひらサイズになる。これ何？これはいわゆる防災セットですね。応急手当系の。出た、サンタキーとか、何でも使える。傷パッツとか。圧縮軍手タオル。濡らさなくていいタイプなんです。手で割っていけば、この中からタオルと軍手が一組、もこもこっと出てきます。これがトイレですね。非常用トイレ。かわいい、何これ。袋を開いて、その中にトイレを使って、で、粉かけると固まるんですね。断水したトイレにかぶせて、そのまま使うことができます。すごいね。小便は2から3回、大便は1回ぐらい使用できるもん、はい。で、トイレがいるってことは、やっぱり、紙と、ウエットティッシュです。あとこれですね、アルミシート。あ、出た出た。防寒用に注意なんですが、これがやっぱり普段、いつも持ち歩くものなので、結構コンパクトにしてますね。あと紙のパンツ。で、あとこれがですね、これもいろいろ入ってるボックスなんですけど、例えばラジオですね。これさっきおすすめした乾電池スマホ充電器ですね。ここに USB を挿すことができて、選定します。羊羹入ってる。これが食べ物ですよ。これ、練り、あんこタイプとチョコです。5年も保存できるの？これで5年保存ですね。練り羊羹は、夏でも溶けないんですね。チョコ溶けちゃいますから。羊羹溶けない。逆に冬は凍らないんですよ。衝撃を加えても、例えばカロリーメイトみたいに粉にならないので、おすすめです。実は一番重要なアイテムが、例えば私の場合は、メガネがないと。生活できないので、これですよ、これ。予備の目が。こういう目が。レンズも。はい。一応予備のワンデーのコンタクトも入れてます。こういうメガネがないと、一歩も歩けないよっていう方は、絶対予備がいいですね。あと、懐中電灯とか、紙の地図と、写真入りあれば、住所とかの連絡も重要ですし、これが私なりの、帰宅困難対策グッズ。リュックはやっぱり目的に合わせていただきたいんですよね。特にお家の周りで、起きやすい災害がもう決まってるなら、それに必要な道具を入れますし、逆に何があってもどこでも使いたいっていうことであれば、アレさんのように大きなリュックにいろんなものを入れますし、帰宅困難対策っていうことであれば、歩いて帰るような道具を選ぶという感じで、ぜひ目的に合わせて選んでいただいて。水がね、周り多いんで、だからなんかいつも水害対策のやつとかを用意した方がいいかなとかって。ハザードマップってチェックしちゃってありますか？ぜひスマホで見られるんですよ。あ、本当？スマートフォンで重ねるハザードマップで検索すると、日本中どこの地図でも出せます。で、自分の家の住所を入れて地図を表示させるんです。情報ボタンを押すと種類が出てきますので、洪水ボタンとか、洪水と高潮ですね、この辺だと。で、押して色つかなかったら大丈夫。安全とか、よかった、うち安全。重ねるハザードマップで、お家の周りの状況はぜひ見ていただきたいと思います。ということで、まあじゃあ意外とあれじゃまともやったな。そうですね、防災リュックはすごくちゃんと作られていましたので、ぜひゴミ袋をたくさん追加しておくと万能で役立つので、おすすめだと思います。そうか、流れちゃんがさ、あとトイレが入ってなかったから。ありがとうございます。ちょっと安心したわ。実は100円ショップ
だけで最小限の持ち歩きポーチを作るという企画を私やったことがありまして、めっちゃいいやん。動画をご紹介しておりますので、そのLTVさんのチャンネルの URL もね、概要欄の方に貼ってますので、ぜひそちらの方も見てみてください、ね、ぜひご覧ください。安心してね。安心してね。備えてねえから。